特集、うまく向き合いたい子どもの嘘。信仰エッセイ、嘘から学ぶこともある。幼い頃の苦い思い出に金魚万引き事件と賽銭泥棒事件があります。僕が悪くないことない。小学校に入る前であったように思いますので、昭和30年代のことです。当時はゲームセンターのようなものはなく、子供相手の娯楽施設として金魚すくいとヘラグナ釣りをさせてくれるお店が家の近くにありました。ある日、近所のお兄ちゃんたちと一緒にそのお店に行き、金魚を黙って持って帰ろうという話になりました。お兄ちゃんたちは素早くお店を出たものの、出遅れた私はお店のおばさんに見つかってしまいました。その時に発した言葉を私は今でもはっきり覚えています。あのお兄ちゃんたちもとってん、僕だけやないねん。その言葉に対してお店のおばさんはこう言って私を諭してくれました。僕だけやないからといって僕が悪くないことないやろ。その口調が厳しかったのか、それとも優しかったのかは思い出せません。ただその時のこの言葉は幼いながらにも胸に突き刺さり、恥ずかしくなったことだけははっきりと覚えています。おとがめなし。小学校 3,4 年生頃のことでしょうか。やはり近所の友達同士で近所にある神社の賽銭をいただこうという話になりました。いわゆる賽銭泥棒です。もちろん悪いことであることは百も承知です。お金が欲しかったわけではありません。スリルを求める悪い遊びの延長のようなものでした。気乗りのしなかった私も結局見張り番という役目で一味に加わることになりました。ただこの計画は見事に失敗しました。すぐに大人に見つかり、全員が叱責を受けることになり、事情聴取が始まりました。とは言っても決して警察官が来たわけではありません。近所の大人たちが集まって相談の上、それぞれの親が子供から話を聞くということになったようです。私は両親からどれだけひどい叱責を受けることになるか想像もできませんでした。真面目な父親です。ただで済まないことだけは確かです。それなりの覚悟をしてその場に臨んだのですが、意外にも両親は穏やかでした。最終的にはおとがめなし。いや、ひょっとしたらそれなりのおとがめはあったのかもしれませんが、覚えていません。覚えているのはただ父親の穏やかな態度と叱られなかったという驚き、そして不思議さだけです。なぜだったのか今でもわかりません。強いて言えば、僕は最初からしたくなかってん。見張り番をしていただけで悪いことなんかしてないねんと言いたくなる気持ちを抑えて、一切言い訳をしなかった私の態度を潔しと認めてくれたのかもしれません。あるいはひょっとして、いいえ、これも自分の過去を美化しているだけかもしれませんが、嘘を並べて。小学校6年生の時のことです。クラスの仲間と一緒に多校区の公園のグラウンドで野球を楽しんでいた時でした。別の小学校のグループが割り込んできて、フィールドを明け渡せというのです。理不尽千万です。もちろん断ったものの、相手は暴力に訴えてきました。腕力では勝ち目はありませんでした。その上、あろうことか、土下座をして謝れと迫るのです。屈辱的でしたが、怪我人を出さずにその場を収めるためには仕方がないと割り切って、真っ先に土下座をしたのは私だったかもしれません。他の友達も同様にする中で、ただ一人だけ絶対に土下座はしない、する理由がないと拒んだ者がいました。
普段はおとなしいその子は徹底的にやられましたが、最後まで拒み続けました。私はその姿を横目で見ながら、同級生ながら彼に畏敬の念を抱いたのを覚えています。彼は家に帰ってから親にどのようにその体の傷を説明したのでしょうか。もしかすると適当な嘘を並べてやり過ごしたかもしれません。彼はやがて中学校の先生になり、異例の若さで教育困難校の教頭になり、校長になりました。子どもの事情、親の事情、子どもの嘘や問題行動に対して一方的に悪と決めつける前に、子どもの視線に合わせてその子の言い分、事情に目を向けることで、子どもは子どもなりにその時の大人の態度から学ぶこともたくさんあるように思うのです。嘘はいけないことです。他人のものを勝手に盗む行為はさらに良くないことです。でもその嘘が、あるいは一見問題と思える行為が何かのサインだとしたらどうでしょうか。時には子供なりの信念を貫く行為、誰かのためを思ってしたことかもしれません。子供は言葉でうまく表現することが苦手です。親から見ればじれったく腹立たしくなるのは当然です。でも子供だからといって侮ってはいけないように思います。大切なのはその時の大人の姿勢であり、そのことを通して大人が学び、子供の成長を願う心にあるように思います。神様のお言葉が収められているお指図に、承認の事情は親一つ事情、承認15歳まで親の利で収まると記されています。子供の事情は親の事情、特に15歳までの気がかりな事情、病気や問題行動などは親が子供に代わって引き受けることで、親子が共に成長できる機会、チャンスであると教えいただいています。子供の嘘や問題行動に対して一方的に子供を責める前に、まず親自身が我が身を振り返る。何よりも大切なのはそのことを通して子供の成長を願う心であるように思うのです。